マシュマロメッセージボックスに届いた皆さんからの質問に答えようと思います。ハルさんは無地と柄の入ったものどちらが好みですか？柄にもよるけども、どっちかっていうと無地かな。あんまり俺がさ、ガラガラのシャツ着てるの見たことないような気がしない？犬がお好きとのことですが、好きな犬種または飼ってみたい犬種ってありますか？俺あの狼みたいな顔した犬が好きだから、シベリアンハスキーとかシェパードとか、ああいう犬が好き。ハルさんは今までイヤリングやピアスをしたことはありますか？ない。したいと思わない。多分ね、これまあ俺が古い人間だからだと思うんだけど、俺ぐらいの世代の男はイヤリングとかしてるとゲイっていう、そう言われたの、若い時だから。正直言うと抵抗がある。ハルさんの好きなアクセサリーのモチーフは、俺は十字架が好きです。こういう風に言うと時々キリシタンなのとか言われるんだけど、そういう宗教的な意味は全くなくて、ただあの十字架の形がかっこいいなと思うだけで。でもついついね、十字架が好きだから十字架ばっかり買っちゃうんだよ、ネックレスとか。だから偏っちゃうんで、たまには違うデザインのものも買わなきゃダメだなって思う。あ、今日つけてるこれはね、ほら丸いんだよ。これはね、視聴者さんからもらったネックレスなんだけど、これかっこいいよね。多分自分だったら絶対こういうのは買わないと思うから、こう人に選んでもらった方がセンスがいいっていうか、新しい発見があるからすごい嬉しい。イノコの山かタケノコの里、どっちが好きですか？あー、これよく言うよね、どっち派みたいな。俺はタケノコの里派。クッキーの部分がキノコよりも好きかな、柔らかくって。キノコの山よりもね、タケノコの里の方が甘い気がする、味が。なんとなく気のせいかもしれないけど。5ヶ月便秘です、大丈夫ですかね？大丈夫じゃないんじゃない？多分これ俺を笑わせようと思って冗談で書いてくれたんだと思うんだけど、これ読んで思い出したことが一個あって、俺のいとこの女の子が便秘で2ヶ月うんこしてないっていう話をしたんだよ。これ前も話したっけ、俺ライブかなんかで。そのいとこの女の子すげえ美人なのね、めっちゃ綺麗、もうモデルみたいな。身長も俺より高いし、その綺麗ないとこの女の子が2ヶ月間うんこしてないって言うんだよ。で俺その話がどうしても信じられなくて、だって2ヶ月うんこしてないんだよ。2ヶ月うんこしなかったらお腹どんだけうんこ溜まってんだよって話になるじゃん。俺未だにそのいとこの話が信じられなくて、ありえるかな2ヶ月もうんこしないって。2ヶ月うんこしないんだよ。だってその間食べるもの食べるでしょ。俺それを思い出したわ。トイストーリーは好きでさ。好きですかって聞きたかったんだと思うんだけど、トイストーリーは好きでさっていうのが面白くてちょっと採用した。多分これ間違ったんだと思うんだけど。で、トイストーリーは好きですかっていう質問には答えないっていうね。コアラのマーチはなぜ更新曲がないのにマーチって名前なんですか？これね、俺マジで調べたの。これ俺も気になって、そういえばそうだなと思って、この質問真面目に答えると、コアラのマーチがさ、工場で作られてる時にできたコアラのマーチがさ、ベルトコンベヤーにドサーってこう何列もさ出てくるじゃん、いっぺんに。その姿がマーチをしてるように見えるから、コアラのマーチって付けられたって書いてあったよ。でもすごいなんか消費者には分かんない理由だよね、これね。スーパーボールはどうしてスーパーボールっていう名前なんですか？ハイパーボールやウルトラボールじゃダメなんですか？これもうさ、俺への質問じゃなくて、俺何でも答えるおじさんみたいに思われてんだけど、俺に対する質問じゃないじゃん、もうこれ。で俺ね、これこの質問で違うことを考えたんだけど、スーパーってあるじゃん、食品とか売ってるスーパー、野菜とか肉とかお菓子とか、主婦が毎日行くスーパーですよ。スーパーってすごくない？ネーミング。日常的にスーパー行ってくるとかって使ってるけど、よくよく考えてみると、スーパーって結構怖いもの知らずなネーミングがついてるって思わない？改めてさ、スーパーだよ、だってめっちゃすごいんだよ、スーパー。もうこれ以上ないぐらいすごいですよって言ってるようなもんだよ、スーパーって。ハヤトさんのボツ動画って何個ありますか？もう何個どころかじゃないよ、こんなの無限にあるよ。あの採用してる動画よりもボツの方が多いんで、3分の2ぐらいがボツじゃないかな。ボツの方が圧倒的に多いです。貸し切りにするなら USJ かディズニーリゾートどっちがいいですか？ USJ。 もし本名が変えれることができるのであれば、なんていう名前に改名しますか？自分の本
名割と好きなんだよね。ハイドっていう名前はもちろんニックネームで、俺この本名じゃない、俺日本人だからちゃんと自分には日本名があるんだけども、俺本名結構好きなんだよね。俺の本名は中性的な名前っていうか、男でも女でもいける系の名前、まあいちいち言わないけど本名、例えばカオルとかマサミとかアキラとか静香とかジュンとか、そういう名前ってさ男でも女でもいけるじゃん。そういう名前、俺の本名って。まあ俺の本名の有名人何人か思い当たる人いるけども、まあ男にも女にもいるから、やっぱりだから俺結構本名好きなんだよね。だから変えるつもりが特にないんだけども、むしろ本名を語りたいぐらい YouTube で。まあハイドはあだ名だから俺の。でもまあ名前が変えることができるのであれば、そうだな、まあちょっと贅沢言っていい？贅沢言っちゃうと刑事がいいな俺、自分の名前だけど。刑事っていう見合ったキャラじゃないからちょっと名前負けしちゃうけども、俺は刑事っていう名前はすげえかっこいいと思うかな。カズキとかね、かっこいいかな。刑事かカズキがいいなだけど俺そういうキャラじゃないの分かってるから、どっちもちょっと名前負けしてるね。だから俺やっぱり自分の本名がいいよ。俺中性的な名前なんで、そこまで強気じゃない感じがするっていうか、俺の名前は。夜桜ちゃんの真似、うちの子何撮ってんのがすごく好きです。ハムスターのおしゃべり真似の特集をやってくださいませ。あこれね、これ結構俺も気に入ってるよ。夜桜の真似っていうか、真似っていうか別に夜桜は喋らないから人間の言葉を、真似っていうか俺が勝手に当てれこしてるだけなんだけども、あれでしょ、うちの子何撮ってんのってやつでしょ夜桜が子供産んだ時に俺がカメラでさ子供の様子を収めようとしたら、夜桜がすっげえ怒って俺に対して、うちの子何撮ってんのみたいなね、何してなんだ、何勝手なことしてんの、やめてなさいそんな顔で俺のことを見てたんだよ夜桜は。すごい厳しい目で俺を、やっぱり子供を守ろうっていう母心だよね。俺がカメラを持ってさこう子供に近づいたらさ、ハムスターからしたら黒い大きいお化けみたいなものが近づいてきたって思うと思うから、あこれ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 ですよ、これこれこれね、夜桜これですよ。こいつがねこんな小さい体でね、こんな大きい人間に向かってさ、うちの子何撮ってんのやめてよちょっとっていうね、守ろうとしたんだよ自分の子供。夜桜はお母様強いよ俺も好きです結構この夜桜の真似っていうか、アテレコね。ハイドさん考案の以外だけど美味しくなると思うガリガリ君〇〇味を考え得てくださいもうあの誤字脱字が多すぎるよこれ。わざとこう書いてるのか分かんないけども、要するにまあこの人が言いたいのは、ハイドさんが考えたガリガリ君の味を言ってねってことだと思うんだけど、そうだな、でも大概作られてんじゃないのガリガリ君のなんとか味なんて。俺果物だったらブドウとか桃とか梨が好きかな。だけども多分あると思うんだよね、すでに。なさそうなやつって、ライチとか好きだよこれ、ちょっと不思議な甘い味。ライチ味ってあるのかなガリガリ君、なかったら作ってほしい。好きな色の組み合わせすげえ愛想がない、組み合わせっていう組み合わせは何ですかとかじゃなくて、組み合わせっていう、黒と青、あと灰色と黒かな、その辺が好き。ハイドさんはいつまで YouTube をやるつもりですか、たくさん続けてほしいです。そうだね、まあ永遠にはできないから、他の動画でも言ってるけど俺は50歳まではやろうと思ってる。で50歳が一個俺は区切りだと思ってるんだよね自分の中で。でそっからはどうするかな、まあやめたいわけじゃないんで俺 YouTube を、できれば続けたいから、やめるってことは考えてないけど、舞台を移すとか新しい場所に行くとかそういうことはありえると思ってます。まあ、YouTube っていう場所にこだわる必要はないんでね。以上、ハイドへの質問がある人は動画下の説明欄のマシュマロメッセージボックスに送ってください。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。